もっとみんなやろうやって感じですね。マジでめっちゃおもろいから。なん友情が芽生えたとかみんな言ってます。あら芽生えるわけないじゃないですか。何回も言いますけど、ほんまにおもろいですから、オープニングが。プロより地下格に憧れてたんで。そうっす、なんか悪い奴らが殴り合ってみたいな。頭突きありだったり、まあ、髪の毛掴んだり、何でもありのルールで出てきてるんで、リングをもうちょっと小さくしてもらって、逃げれないリングとかでやりたいですね。不良ばっかりやん。ダサいっすよね、そんなんばっかり。プロのリング上がるんやったら減量ぐらいちゃんとせよって感じ。前回オープンフィンガーで殺すなのどうのこうの言ってたけど、全然殺気も感じないし、オープンフィンガーの面白さをあの山口選手にしっかり教えようかなと。名古屋のヤンキー君は1ラウンドぐらいでちょっと倒れてっちゃいますか。盛り上げたいなら足止めてしっかり殴り合えよ。逃げんなよ。逃げんなよ。逃げるわけないやん。やろう、打ち合いを。プロの格闘技を見せますわ。